ちょうど16時となりました。本日は15時からこの場で、プライバシーを守るための市民団体共同声明2本の、GPS 操作、そして、操作関係事項紹介、この2つの私たちの市民団体の共同声明に関しまして記者会見を行ってまいりました。そして本日この内容に関しまして、4時から6時ぐらい約2時間に、時間を使いまして、お二人の講師の方をお招きしてよりですねその内容についてちょっと今日は深めていきたいというふうに考えております。おそらく1900年代におきまして私たちの市民の個人情報というのは圧倒的に自治体官の方がたくさん保有していたんだろうというふうに思います。ところがやはり21世紀になって民間の民間がですね私たちのその個人情報の収集というのはこれは凄まじいものがあり官を圧倒的にしのぐ形で民の方が私たちの機微情報を保有しているそういう状況が今に至るまでできつつあるんだよね。でそういった民が保有した莫大な情報を今度例えば警察等の官がいかにそれを効率よく吸い上げるか、まさに捜査関係事項紹介というのはそれを使いながら官が民の情報を素晴らしくたくさん勝手に集めるというようなそういう仕組みではないかというふうに考えています。もう一つの GPS についても残念ながら日本においては位置情報というのはプライバシーというふうに権利として確立していない状況があるという中で、最高裁の判決というのはかなり画期的な意味を持っていたんだろう。ところがその後それを私たちの側の、プライバシーを守るような形での法制化というのがまだまだ準備がされていない状況があるんだろうというふうに思います。で私たちは今日ですねそういった今後の私たちの、そういうその現代社会におけるその私たちのプライバシーをいかに守っていけるのかということでもってそれをテーマに、今日お二人の方から問題提起をいただいて、少し、深い議論をしていければというふうに考えております。お二人の、講演を、開始する前にですね今日せっかく見ないということで国会議員の皆さんのお見えになっていますので冒頭ご挨拶をいただきたいと思います。立憲民主党の大阪議員をお見えになっていますのでご挨拶お願いします。皆さんご苦労様でございます。立憲民主党で政調会長をやっております衆議院議員大阪誠二と申します。出身北海道であります。実は私はどちらかというとですねデバイスマニアっていうところがあられるかもしれないんですがこういう IT 機器とか、このタブレットとか非常に多用している方であります。それで私は自分なりに覚悟を持ってやっています。覚悟を持ってというのは自分の個人情報だとか位置情報だとかそういうものはある種吸い取られるということは覚悟をしながらやらなきゃいけないと、そういう覚悟を持ってやってるんです。ただなんでそんなことを覚悟を持ってやってるかっていうと、こういうデバイスにもともと興味があったっていうことだけではなくてやっぱり自分自身がこれ知らなければですねその対応や対策も実感としてわからないと、そういう思いもあってやっています。したがって買い物をするときもですねこの携帯電話で例えばポイントカードだとかあるいはもう、電子マネーもたくさんの種類のものがこの中に入っています。一つや二つじゃないんですね。皆さんにしてみるとなんでそんなことやるんだって思うぐらいのことだと思います。すなわちですね私の場合はもうこういう社会になればもう個人情報が丸裸になるんだなということがですね本当によくわかるわけであります。それから私は位置情報をあえてオンにして自分なりに、昨日でも今日でもいいんですけどどこに何時間いたかっていうデータも自分なりに取っています。それでこれはですね要するに私は自分で覚悟を持ってやっていますからそれはそれでいいんです。ところがこれは裏を返すとですねそういうことが全く分からずに、多くの国民の皆さんの個人情報が今説明がありましたけれども民間の方にですね簡単に吸い上げられていると
そしてそれをクラウド化する、あるいはデータをさまざま紐付けをしていくことによって、誰がどこで何を買い、どんな思考があるかなんていうことはもう簡単に丸裸になってしまう、そういう社会になっているんだと思います。で、ですからそれをですね、やっぱり個人の権利としてしっかりですね、いや俺は嫌なんだ、そういうことされちゃ困るんだとかですね、そういうことをやっぱり明確にしなきゃいけませんし、さまざまな今私が言ったような情報の法的位置づけっていうものもですね、非常に曖昧な状況になっているんではないかと、そう思っております。でまあ、ご案内の通り、GPS の判決につきましては、まあ、我々の仲間と言ってよいと思いますけれども、亀石美智子弁護士をはじめとして、多くの先生方の力によって、まあ、違法という最高裁判決を勝ち取ったわけであります。で、あれはもう3年近くなりますか、なるわけですが、あの時の法務大臣は金田勝俊大臣でした。金田大臣、あの時の記者会見、なんて言ったか。最高裁から求められた法的な対応について何らかの形で検討するんだ、そしてそれは法を整備をするかどうかも含めてしっかり検討するんだという話を記者会見で言ったはずなんですが、法務省のホームページ見たらそんなことどこにも書いて、やってるんですかね、やってるんですかね、いやあんまりやってるように見えない、ね、あの法務省のホームページいろいろひっくり返して検索かけたんですけど、どこにも出てこないんですね。結局はですね、この GPS 操作をはじめ、この情報、個人情報を把握するということは、権力の側にとって非常に都合がいいということなんですね。もちろんそれは犯罪捜査だとか、重大な犯罪を防ぐという意味で、一定程度重要なものであることは理解できますけれども、個人情報を丸裸にしてですね、やっぱりあのスノーデンの映画じゃないですけれども、何か不都合なことがあればですね、藤野さんの個人情報を今度暴露するぞなんていうことでですね、あの例えばあの前川喜平さん、あの元の文科次官のようにですね、ああいうことをされてしまうということに使われかねないということだと思っていますので、あのしっかりこの問題について向き合っていきたいと、そう思っています。で、まあ、今の時代ですね、この個人情報 IT の分野もそうなんですけれども、医療の分野もう倫理の面とかさまざまな点で実は法律が追いついていっていないんですね。国会議員だけでこれやるのはもうなかなか厳しい状況になっていますので、ぜひこれからも専門家の皆さんのさまざまなお知恵をあのお借りしながらですね、立法府の議員として法的な対応を、少しでも漏れのないようにですね、頑張ってやっていきたいと、そう思います。あの今日の集会本当にご苦労様でございます。ありがとうございます。どうもありがとうございました。引き続きまして共産党の藤野議員を見えたご挨拶をお願いします。どうも皆さんこんにちは、日本共産党衆議院議員の藤野康美です。大阪さんと同じく衆議院の法務委員会に所属をさせていただいておりまして、あの共謀罪の審議等では江口先生、加藤先生にも大変、お世話になりました。まあ、あの私も大阪さんほどあのメカニック詳しくないんですけども、やっぱりあの交通系というんですか、あのピッとこう電車にも乗れるし、今コンビニでも今消費税 10% 上がりましたけど、あれを使えばちょっと安くなるとかですね、まあ、本当に暮らしの隅々にああいうこう端末がこうもう根付いてしまっていると、まあ、そういうものとこの GPS というのがまさに密接に結びついているっていうことを、まあ、つい私も忘れがちなんですけれども、あの本当にやっぱ大事な問題だし、あの非常に怖い問題だなというふうに思っております。今年の6月からはあの盗聴法捜査、これも本格的に始まりまして、あの安倍政権は強行罪導入して、それに見合う捜査手法というものを、まあ、どんどん導入してきているわけですが、このいわゆる盗聴捜査といわゆる携帯 GPS などの捜査が一体になれば、まあ、いつどこに行ったかだけでなくて、いつどこで何をして何を買ったかとか、誰と話したかとか、まさにもう丸ごと、丸裸にされてしまうということで、このプライバシーの持つ問題については今日もお配りいただいてますけど、幅広い団体の方が本当にあの懸念を持っているということで、私たちもあの立法府にいる人間としてそうした声に応えるべく、立法措置はじめとして対策を取っていきたいと思っております。あと1点だけ、それは今の普通の警察の話ですけど、この安倍政権の下における警察というのはさらに危険性が私高いと思っておりまして、先日法務委員会であの北海道 の, あの
安倍総理が参議院選挙中に行った街頭宣伝でヤジを飛ばしたりプラカードを上げようとしたって、そういう人が排除されてしまったという事件がありまして、これ私質問したんですけれども、いまだにですね、事実確認中だと言って何が起きたかすら喋らない、そして法的根拠は何ですかと聞いてもそれも含めて確認中だと言って根拠すら言わないと。もちろん一言の謝罪もしておりません、一言は反省もしておりません。こういう警察が今こういう GPS などを行っているというのは、私は二重の意味で非常に危険だというふうに思っております。そういう意味で、今桜を見る会とかいろいろありましてですね、警察だけでなくいろんなところが、安倍さんの嘘を、さらにその嘘をつくために嘘をついてシュレッダーまでそのかけるとかですね、いろんなこと起きてますので、こういう政治を正すことと一体で、こうした人権の、保障を作っていくためのさまざまな法制度、ご一緒に作っていきたいと思っております。共に頑張りましょう。ありがとうございました。どうもありがとうございました。国会議員のご挨拶で最後になりますが、社民党の福島議員よろしくお願いします。どうも皆さんこんにちは。大阪さんと藤野さんが完璧に話をしてくださったので、何点かだけちょっと話をいたします。てかこういう集会を持ってくださって本当にありがとうございます。2017年にまさに亀井さんたちや当事者の皆さんの頑張りで、まさに GPS 操作令状なくしてやるのは、憲法違反だという最高裁の判決が出ました。しかしその後何百社にわたる民間企業から情報を取っているというのが出て、令状なくしてどうしてそういう情報を捜査機関が取れるのかという大問題で、そこに関して、令状を取ればいいというわけだけど、令状を取れば少なくともチェックもあるので、そこのところをしっかり、もっと声を大きくしていきたいと思っています。で、2つ目は昨今のそのマイナンバーをめぐる状況で、国家公務員はマイナンバーって、みんなに愛されないマイナンバーで 13% ぐらいしか使ってないんですね。ところがこれを使わせようっていうので、国家公務員に関して強要していく、家族の分も出せというようにどんどんこうマイナンバーで締め付けていく。そして実はマイナンバーも含めた一元化が進んでいて、私は厚生労働委員会なんですが、健康保険証もマイナンバー化していく。で、それはいくらなんでも厚生労働委員会では選択肢を認める、従来の健康保険証でもマイナンバー付きの健康保険証でもいいようにすると言っているんですが、私は徐々にこれらが一元化していってしまうんではないかというふうに本当に心配をしています。来年のオリンピック・パラリンピックはマイナンバーカード付けてないと入れないとなんてことはないかどうか分かりませんが、でも顔認証もそうですし、カジノ・博打解禁法でも日本人はマイナンバーカードで、チェックするって言っているんですね。だからそうなんです、マイナンバーカードでやるって言っていて、それで1週間に何回来てるかとか、それでこうやるわけですが、もうありとあらゆるところに、とりわけ健康保険証との一体化はとても医療情報の流出なども招きかねないので、とても問題だというふうに思っています。管理される世の中は嫌だと、で後で海田弁護士が言うと思うんですが、新聞記者の映画を見て内閣情報室に一度調査に行きませんか。官邸ポリス。それで内閣情報室の募集広告のパンフレットがあるんです。それにですね、本当に総理の目となり耳となるっていう見出しになっていてですね、これって1984じゃないと、総理の目となり耳となるってこれなんだっていうふうに思ったんですが、そのこれがやっぱり総理の目となり耳となる、体制を政府が作り、私たちはやっぱり監視の対象であるっていうのが本当に住みにくいというふうに思っています。一つ一つ今日はとりわけ、令状なくして勝手に情報を警察は取るなっていうことを、皆さんと一緒に実現していきたいと思います。参議院議員福島みそごです。よろしく頑張りましょう。じゃあ今度ぜひ行きましょう。国会議員の皆さんどうもありがとうございました。それでは成長大学、井口誠さんの方に、ご講演を願いたいと思いますが、資料はサーベイランスからデータベイランスへということで、監視からデータ収集へという、そういう表題がついています。
私が最もこれ楽しみにしていてですね、今日のこの内容についてはぜひ皆さんからもいろいろご質問ご意見をいただいて深めていければと思います。本当は倍ぐらいの時間を取らないとおそらく、全てを話しきれないかなというような話を、無理ですね、半日ぐらいちょっと話していただければいいんでね、中ですが約40分ぐらいということで話しようってお話しいただくことになると思いますが、ぜひよろしくお願いしたいと思います。こんにちは、成城大学の鈴木です。鈴木先生の大変アカデミックでかつ非常に我々の今後の活動にも役立つ話をして、ちょっと僕はですね、あんまり法律家らしくないなんか、この監視社会に対する最近の監視社会話みたいなことを少しして、最後にちょっと法的な提案なんかもしてみたいというふうに思います。さっき井口先生に言われたこととも繋がりますが、監視されて何が不都合なんですかと、むしろ便利になって安全になっていいじゃないですかっていう人が、随分いるんですよね。非常に多いと思うんですけれども、でやっぱりですね、その監視社会が完全なものになれば犯罪は減るだろうし、犯罪した人は捕まるのも早くなるだろうとは思うんですよ。そのことをもう否定することはできないと思うんだけれども、でもそれと引き換えに我々が失っているものが何なのか、そしてやっぱ監視のその本質的な目的は何かといえば、これはやっぱりこの社会の秩序にその歯向かっているものを社会から排除していくということにあるんじゃないかなと。その犯罪の抑止っていうことと、その権力に歯向かう人間を排除していくっていうことは、なんか近いようだけど違ってるっていうか、一番分かりやすい例で言うと、前川喜平さんの例を見てもらえるんですね。彼は犯罪者でも何でもないけども、もうちょっとでこの社会から排除されそうになった例ですよね。だからそこ その、こういうものを認めた時に最後どこまで行ってしまうのかということを、考える必要があると思います。で、NSA の話、いろんなところでしてきたの で今日はもうだいぶ先生とも話してくださいましたけれども、いろんなシステムがあるんですよね。データをその大手の IT 企業のサーバーから取っていくとかですね、それから光ファイバーに流れている情報をそのままごっそり持っていくとか、それからさっきありましたけどパソコンをマルウェアで感染させてどういうキー操作したりとか、そういうものを全部奪っていくとか、こういう、かなりその複合的な、IT 監視操作が行われていて、これによってどういうことが起きているのかということは、実のところはよく分かりませんけども、皆さんの中にもご覧になったと思いますけども、スノーデンというのはオリバー・ストーン監督の見てるとですね、結局その CIA の捜査の対象にされて、アラブの銀行家みたいな人が破滅していきますよね。ああいうことができるんですよね。だ同じようなことが、使い方によって できるその、何の罪もない人がですね、陥れられて破滅していくことがあり得るということ、そしてこれ、最近のワシントンポストによると FBI は捜査のために運転免許証のデータベースの顔写真を無断に使ってたなと、こういうのもありました。それからケンブリッジアナリティカ事件というのがあるんですね。これはすごく重要だと思うんですけれども、Facebook が集めていた個人データ、これを元にしたそのターゲット報告っていう、さっきもターゲット報告の説明は井口先生がしてくださいましたけれども、これによって極めてその世界の未来を占うような2つの重要な選挙の結果が左右された。EU の離脱をその争う選挙と、それとトランプ の当選した大統領選挙ですね、この結果が左右された。でしかも、もうこれはイギリスの情報コミッショナーがかなり調査をしていてですね、データサーバーをその押収して、
もうこのケンブリッジアナリティカルという会社はどうも倒産したみたいですけれども、で そしてアナリティカの親会社に、Facebook 社、この会社が Facebook に27万ドル、まあ、27万ドルで5000万人分買えるというんだから、まあ、安いのかもしれませんけれども、まあ、そういうまさに、売買の対象になっていた、これなんか自分の情報がケンブリッジアナリティカ社に共有されたかどうかの確認方法がありますかなって、こういう面白いホームページがあったのでちょっと引用してきましたけど、だから皆さんの情報だってもしかしたら、Facebook やってる人は、売られてたかもしれないわけです。でもう一つですね、僕はやっぱり中国の現状ということをきちんと、押さえておく必要がある。まだアメリカの監視社会の仕組みとかどんな技術かとかいうことは多少分かってきてるんだけれども、中国がどういう技術を基盤にどこまでのことがやれるようになってるのかっていうことは、最近新書版でいくつか出ててですね、中国政府万歳みたいなそういうものまで出てるんですけれども、一つ面白かったのはこのフォーリンポリシーっていう雑誌の、今年の6月号にビッグブラザーがベオグラードに来たっていう記事があるんですね。これはちょっと僕見て驚いたんですけども、2014年にベオグラードで、子どものひき逃げ死亡事故が起きたと。でその犯人が中国に逃亡するんですね。ところがこの中国に逃亡した犯人がですね、セルビア当局はその犯人の顔写真を中国に送るわけです。そうすると3日で逮捕された。これはだから要するに、ね、顔認証システムと連動した監視社会によって捕捉されて逮捕されたんですね。でこの話は後日談があって、これはすごいというふうに驚いたセルビアの政府はですね、ぜひともうちも導入したいということになってですね、中国のファーウェイ社と契約して、まだチャッチーものですけれども、その、ベオグラード市内に800箇所、仙台の高性能監視カメラを設置する。中国はでも全土に2億台ですよ。中国のこの監視カメラを設置している企業の株こそ買っておくとすごい、瞬く間に 今後数年のうちに6億台に達すると言われてますから、株価はうなぎ登りになる会議業じゃないかと思います。でこのもう一つですね、ニューズウィーク、これとも連動しているニューズウィークの記事も読むと、この中国製のこの AI 監視システム、ファーウェイ社製ですけど、これを買うことを決めた国がですね、実はセルビアだけじゃないんです。なんと54カ国ある。一体どこの国なんだろうという感じですけれども、世界はアメリカと中国と EU にどうも三分されてきている。そのアメリカ製 その監視社会でも、実は日本はアメリカ製の監視社会のシステムの端っこに連なっているぐらいだと思うんですけれども、日本は中国製のものをそのまま導入するっていうことは政治的に言ってもやらないとは思うんですけれども、でも世界中にこれだけもう中国製 この監視社会システム、これもアメリカに輪をかけて、アメリカにあるような人権団体とか議会とかが中国にはないですから、全くそのストッパーがかかってないような監視社会システムができてきていて、この問題をきちんと議論していく必要があるのではないか。で結局ですね、このいろいろ情報を集めて読んでみると、この中国の監視社会システムに中国の多くの国民は賛成してるって言ってるんですよね。賛成してる。それ実際でその国民投票ってわけじゃないんで、秘密投票じゃないんで、だけども公に聞かれたら皆さんは賛成してるっていうんですよ。でどうして賛成かっていうと、街がきれいになった、安全になった、そしてそのもうね、財布もね、スマホもなしでもいいんですよ。顔一つ持っていけばね、顔認証でお金の決済ができちゃうというところまで言っているそうです。で何が悪いんだと、そんなことで文句言ってるやつは悪いやつだと、こういう話になっているようなんですけども、まさしく中国ではこのウイグル、チベットの民族的少数派、あとね、今中国ではマルクス・レーニン主義を勉強したり、道徳面であることはもう過激派ということになってですね、大変な反響を受けることになるそうですけれども、そして香港の学生たちとかですね、そういう人たちが
徹底的にマークされてこの社会から排除されようとしているということで、まあ、僕はやっぱりここでね、もう監視社会が適切か、これがやっていいかどうかは多数決では決めてはいけない問題なんだということを、ね、はっきり、言い切る必要がある。要するにこの被害に遭う人がですね、この社会の中の少数派なわけですよ。でもまあ、その一般の市民を説得するときに、あなたが今少数派でないと思ってるかもしれないけれども、いつ少数派になるかわからないんですよということをやっぱりきちんと、言って説得していくしかないかなというふうに思います。プライバシーの権利をめぐる世界の三極構造、アメリカの、プリズムとかああいうシステムと、この中国のファーウェイ社製のすごい監視社会システムと、それになんとかプライバシーの権利に基づいて歯止めをかけようとしている EU と、僕はこの EU の流れでなんとかね、日本が乗るといいと思うんですけど、全然そうなってないように見えますが、日本の進路がそこで問われているのではないかなと思います。で、僕はずっとこの間香港のこの動きというのも本当固唾を飲んでですね、祈るような気持ちで見てきましたけれども、香港でですね、どうしてあの若者たちが逃亡犯条例に反対して、あの命がけのデモを続けているか、これはですね、その決してこの条例そのものの問題じゃなくて、結局ここで、なんでしょうね、彼らが敗れるとその香港の自身が完全な監視社会になっていく。そして、香港市民がこれまで享受してきたイギリス流 その自由、プライバシー、そういったものが根本から失われるというふうに考えているんじゃないか。でそのことがはっきり現れた、もう法的な形で現れたのが、あの先端での香港の高等法院がですね、覆面禁止法、これを違憲だって言ったわけですね。これもまさに吉木先生がさっきおっしゃってくださった公共空間におけるですね、顔認証ということ自身がまさにプライバシーに関わる、権利であって、それをこの一律に覆面してはいけないというふうに決めること自身が、違反してるんだと、まあ、素晴らしい決定で、これ出した人はなんかイギリス製のなんかカツラかなんかかぶったような本当に若い判事さんでしたけどね、そういう方が言い渡されたんですけども、もう即座に中国政府がですね、こんなものは認めないっていう言うわけですよね。香港は中国に返還されたけれども、一国二制度でですね、ちゃんと司法権も独立した、そういうものが保障されてるっていうことになってたはずなんだけど、もう一気にそういうものがなくなるようなんですね、なくすようなことを言っている。まさにこれは学生たちが必死で戦っているだけじゃなくて、香港の法治主義、一国二制度の根幹が脅かされかねないような事態にまでなってきているんじゃないかと思います。で GDPR はこの間この回でも何度かやってきましたけど、基本的に個人データの利用について本人の同意を求めるってことですね。そして本人にさまざまなここにある、編集閲覧ができるとか、こういうことを認めていくものなんですけれども、ちょっとこの話は今日は時間を取ってやることが難しいですけれども、日本の話を少ししてみたいと思います。これ皆さんご覧になったかもしれませんが、新聞記者っていうね、なかなか素晴らしい映画で、僕はこの左側にいるシム・ウンギョンさんという韓国の女優が大好きで、彼女の怪しい彼女だったっけ、という映画があってですね、そういうのもぜひご覧になってみるといいと思いますが、こんな話しておいてもらわなかったんですけど、この本は、この映画は望月さん の本が題材になってるっていうふうにいろんなところで書かれていて、もちろんそういう面もあるとは思いますが、僕が見たところ、やっぱり官邸ポリスというですね、講談社が出た本がかなりベースになっているんじゃないかなと思いました。そして官邸ポリスの本でやっぱり一番衝撃的なのはですね、今、官邸の前にある内閣府のビルの中でですね、すごい数 の国家官僚がまさにパソコン前にして、なんて言うんでしょうね、監視捜査をやっている、監視捜査なんでしょうかね、彼らは警察官ではないので、捜査の思ってはないかもしれませんが、とにかく総理に、差し上げるための、
情報を集めているということが描かれていました。それでその、まあ、この本のことを題材にしてですね、毎日新聞が今年の6月20日に、前川さんのインタビューをしているんですね。この記事とっても面白い記事だったんですけれども、前川さんはこの中でこう言ってます。この本が本当だとしたら現代の特攻警察だと思いますよと。私は2016年の9月と10月に警察庁出身の杉田官房副長官から官邸に呼び出されたと。新宿の出会い系バーというところに行ってるそうじゃないかと言われた。週刊誌から聞いた話だということだったけど、それなら週刊誌が私のところに来るはずですが来ませんでした。菅さんが総理になればもっとひどい警察国家恐怖政治になるのではないかと懸念しています。ここから重要なんですね。そういえば杉田さんに官邸に呼ばれた時、〇〇省の〇〇時間にもそういうことがあったよと言われたんです。それでみんな尾行されているのかなと思った。弱みを握られている人は役人だけではなくて、与野党の政治家の中にもメディアの中にもいるかもしれない、そう思いました。これはね、やっぱり実際に、内調のオペレーションの被害に遭った人でなければね、話せない、まあ、すごいその情報量があると思う。一人がやられてたってだけじゃなくてですね、実際に呼ばれて話し合いをした時に、杉田氏がこういうふうに言ってたということ、これはやっぱり日本の今の、まさに官邸が警察情報を乱用してですね、政治的にその使っているということをかなり裏付けているのではないかなと思います。でちょっと話を戦前の話は今日してる時間ないですが、戦前から戦後にかけての部分を話してみたいと思うんですが、まあ、戦前の日本では、まあ、特攻憲兵5人組とかこういうですね、これ本当に監視システムなんですよね。だけども非常にアナログだったね。それこそまたちょっと脱線をするとですね、星と空の詩人っていう僕の好きな映画があるんですけども、韓国のユン・ドンジュさんという詩人がジャニー情報で逮捕されるシーンがその中にあるんですが、彼はその特攻がですね、隣の部屋で壁に耳を当てて聞いてるんですよね。でそれで壁に耳を当てて聞いた情報をもとに、捜査記録が作られてジャニー情報で検挙されていくんですけども、その戦争の遂行にちょっと疑問を表明しただけで、隣組の密告ですぐ憲兵が、まあ、特攻が来る、こういう社会の仕組みができていた。でその法的権限が治安維持法であり、改正軍教法であり、国家保安法だったというふうに言えると思います。でこの戦争が終わったということはどういうことを意味しているかなんですが、まあ、ポツダム宣言を受諾したんですけれども、まあ、ポツダム宣言の中でですね、ちょっとこれも今日詳しくやってる時間はないですが、日本国民が自由に表明した意思による平和的傾向の責任ある政府の樹立を求めるというふうになっていて、その民主主義的傾向の復活を強化するために、それを妨げるあらゆる障害が排除されるべきで、言論、宗教、思想の自由、基本的人権の尊重が確立されると、まあ、ポツダム宣言の中にこんなことが書いてあるんですね。でそれでポツダム宣言を受け入れたのは8月15日ではなくて8月14日です。8月14日にこの宣言を受諾して、それが放送されたのが15日、8月14日にですね、出されたこれ公文書ですが、機密重要書類焼却の件、これが閣議決定されて全国の、官庁にばらまかれた。これね、この書面がこれ松本市に残ってるんですけどね、ここにしかおそらく残ってないんですよ。この書類自体にもですね、この書類は読んだらすぐ焼けって書いてあるんですよ、うん、すごいね、スパイ戦争みたいな感じですけども、まあ、とにかく、戦争をなかったことにする、GHQ が来て戦犯の調査が始まる前に全部焼いてしまえってことをやったんですが、でボツダム宣言によって何が起きたかですけれども、軍の解体が起きた。そして軍国主義者の追放、歴史教育の禁止、神道のとの分離なんか行われるんですけれども、で新聞の自由が回復されて、三木清さんが死んだってことが報道されてですね、なんと三木清は釈放されてなかったのかって知恵知がびっくりして、調査したらまだ共産主義者はみんな
刑務所に入れられてたっていうことが分かって、この10月4日のこの有名な、メモランダムが出るわけです。でこのメモランダムの中でやられたことっていうのは、思想宗教集会言論の自由に関する制限、こういうものを全部撤廃しろということと、もう一つこのカッコ2の部分ですね、情報の収集及び交付に関する制限を設定し、またはこれを維持せんとするもの、まさしくこれは軍機保護法などのことを言ってるわけです。こういうものを廃止しろっていうふうに言った、廃止する法律の名前も全部明記されていて、さっき僕が言った法律は全部ここで廃止されるわけです。でこれが、ね、僕が今日ちょっと言いたかったことなんですが、10月の11日に、マッカーサーの、戦後五大改革指令っていうのが出るんですが、結構有名なのはですね、これ学校教育の自由化とか、ね、経済の民主化とかなんですけど、順番が決まっていて、一番は秘密警察の廃止なんですよ。まさしく特攻を廃止するということをその第1番に命じた、まあ、2番目が労働組合の、結成奨励だったと、3番目が 女性解放と拡張性の廃止で、あった、まあ、この辺がなんか結構こう GHQ この辺、この辺りも GHQ が好きだなというふうに思います。全部好きなわけじゃないですけど、それで、今だから警察がやってることですね、これはですね、さっき、福島水戸さんも言っていましたけれども、この総理の目と耳としての役割、これ何から引用していたかっていうと、内閣情報調査室の今年度の新人採用案内パンフレットっていうのがあるんですよ。これはね、皆さん大変面白いものなので、ダウンロードして読んでみられる、自由にネットでダウンロードできます。で数十ページにわたる対策ね、ですね、これ北村さんが編集したものだと思われるんだけども、まあ、表紙にも出てくるんです、ちゃんと。そして自分たちは総理の目となり耳となって、総理のお使いしなければいけないと。私は忙しい総理の日程の週の週2回定期報告をやってるとかね、もうすごい自慢げに書いていますけれども、まあ、はっきり言ってですね、おそらく彼にこのことを尋ねたら、自分は警察の組織が今離れていて内閣情報調査室ですから警察法は関係ないんですって言うと思います、言うと思います。でも警察法はですね、警察活動は厳格にその全校の責務の範囲に限られる、まあ、犯罪捜査に限られると、そして不偏不当かつ公正中立を旨とし、人権の保障を、そしてその自由の干渉にわたるなどの権限を乱用してはいけないってなってるんですね。これはものすごく大事な規定だと思うんですけれども、結局その内閣情報調査室とか、まあ、今国家安全保障局も、まあ、彼らの手に落ちたわけですけれども、そこは警察組織でないって言っても、そこに集められてる情報の大半が警察組織を持って上がってきてる。でそれを全部今の官邸、総理のために使うっていうのは、これは明らかに僕は警察法の2条のこの警察の中立義務に反しているのではないかと思います。まあ、今日一番言いたかったことはこのことです。でこれ、まあ、ちょっと思い出すと思いますが、前々回の参議院選挙でですね、首相に野次を飛ばしただけで、これ排除したのは警察ですからね。こういうことが起きるわけです。他の野党議員、まあ、大阪誠二さんがね演説してて、安倍さんの支持者の野次飛ばしてもこういうことが起きないわけです。これどう考えてもその警察が中立義務を違反して、まさしく権力の恣意的な行使が行われているというふうに言えるのではないかと思います。で、まさにあまり見たくないものを皆さんに見せてしまってはすみませんが、この方が北村茂さんでございます。それで、まあ、総理の目となり耳となってその功績を称えられてですね、彼は、この秋のこの内閣改造に伴ってですね、なんと国家安全保障局長に就任されたんですね。その警察 その警備公安で働いていた人が今や日本の 外交と防衛の最高責任者になった、まあ、過去に前例のない人事だと思いますけれども、こういうことが起きている、僕はそのやっぱり日本の民主主義とかですね、法治主義とかそういうものが根底的な危機に陥っているというのは、こういう人事にも表れているというふうに言えるのではないかと思います。で、まあ、ちょっとその今日の話をまとめていきますと、
デビッド・ライアンさんの書かれたスノーデン・ショックっていうなかなかいい本があるんですけれども、これは最後にですね、監視社会と戦うためのアイデアっていうのがこういくつか上がっていて、まあ、これさんこれから考えるときに使えると思ったんで書いてみました。ちょっと読んでみますね。ソーシャルメディアの使い方を変える。デジタル機器の設計者は設計段階でプライバシー条件を組み込むように努力をする。政府と民間企業に説明責任を果たさせる。政治家、企業、技術者、裁判官らにプライバシーの危機の真実を伝えるように努力する。脆弱な立場に置かれている少数派が迫害されないよう保護のための戦略を構築する。これ極めて重要ですね。さっき僕も言ったことです。法律や政府の政策に影響を与える。忍耐強く努力を続ける。監視を恐れるのではなく公的なことに参加し、管理者の目を気にしないで生活する。最後とても大事なことが書いてあると思います。そして、これは共謀罪反対運動を一生懸命やって、その時に助けてくれた金指さんが、日本に来日されてシンポジウム20年にシンポした時の写真ですけれども、彼の活動もそのプライバシーの保護のためのシステムを作ってください。共謀罪を止めただけでは十分じゃないんですよと。共謀罪廃止もすごく大事だけれども、プライバシー保護のためのシステムを取り分けて独立第三者機関を作るということを、重要な目標として活動してくださいということを、言われていたと思います。で最後ですけれども、僕たちの、秘密保護法反対運動とか共謀罪反対運動というのは、どうしてもアンチ、その政府が出してくる悪い法律を何とか抵抗して、大きな集会を打って国会に攻め上っていって、そういうことをやってきてですね、決してそれは僕は無駄じゃなかったというか、だからこそ、秘密保護法も共謀罪も今のところこれに基づく刑事立件はないわけですよね。もう僕らもちゃんとした反対運動をやってなければ、どんどん使われてバンバン逮捕されてたかもしれないんで、そういう意味で、反対運動をやったことは非常に意味があったと思ってるんですけれども、やっぱりこれから僕らがやらなければいけないのは、新しい法律制度、プライバシーが守られて我々が自由に発言できて表現できる、そういう社会を守るためのそういう法律制度というものをきちんと作っていく、そのための助けになるような法律制度を提案していく必要があるのではないか。個人情報保護法を改正して自己情報コントロール権をきちんと法律に明記させていく。それから本人同意の原則をちゃんと確立していく。それから、独立第三者機関、これは個人情報保護委員会に今、私企業とマイナンバーに所管が限定されているんですね。で、公的セクターについてこの委員会が活動できてないということは、これ政府の大変なウィークポイントで、この状況でマイナンバーの制度化を拡大しようなんてのはとんでもないことだというふうに、この間僕は、ね、日テレのなんか、真相ニュースとかいう番組に出てですね、政府のお役人の方が出てきてる前で言ったら、その通りですなんて言われて、その通りですとちゃんとやってくださいよっていう、あんまうまい論争にならなかったんですけどね。いや、私たちも努力したんですけど、総務省の悪者が結局認めてくれなかったんですみたいなことを言ってましたけれども、やっぱりその真正面からそういうふうに言えば、そこに大きな穴があるということは政府も認めざるを得ないということがわかります。ちゃんと専門性と独立性を持った独立の第三者機関をきちんと作って、それに公的機関を監督させる。そしてこの監督機関が特定秘密の指定が適切にされているか、内調まで含めてですね、その情報機関、これがきちんと活動しているかどうかを、チェックしていく。海外のヨーロッパの国々には大体情報コミッショナーというのがあるんですけれども、そういうものに適宜相当するような組織を作っていく。これを我々市民も、弁護士会もそういうことも掲げて細々とはやってきてるんですけれども、それをきちんとやらなければいけないなと思っております。これから、今日、本当に時間をかけて吉先生に話していただいたんですが、監視捜査について全然きちんとした法的要件を定めた法律ができない、議論を避けてるってことが今日のとてもよく分かりましたけれども、それをやっぱりこのまま放置しておいてはいけないんじゃないか、やっぱりこちらから、法制審議会が開かれないんだったらですね、議員の方々にお願いして議員立法を目指すなり、そういうことが必要なのではないかなと。それから各企業には、先
ほど言ったように、その情報コミッショナーですね、これ企業版の情報コミッショナーも置く、そしてきちんとした透明性レポートを高い水準のもので作らせて、どういう基準でどういう情報をどれだけ出したかということがちゃんと事後的にチェックできるような、まあ、こういうことを、求めて、活動していくべきではないかなというふうに思います。まあ、ちょっと簡単なご提案でしたけれども、ご清聴どうもありがとうございました。どうもありがとうございました。非常に体系的で、壮大な問題的だと思います。ちょっと時間もしてるんですが、せっかく小倉利丸さんが今日お見えになってるので、ぜひ2人の提起を受けてコメント、ね、小倉さんにあまり長いコメントはちょっと時間がなくなってしまうんですが、小倉さんにちょっと発言をお願いしたいんですが。小倉です。2人の話とても面白く聞かせていただきました。この後なんか質問とか議論とかがあるだろうと思うので、僕の方から言えることとしては、僕自身の、日頃の活動は今の監視社会の中で、確かにその法的な対抗手段というのを取らなければいけないというのは確かにその通りだと思います。で、法がすごく遅れている、技術に対して遅れている。で、指宿さんの話の中にあったレーシングのコードというものの中でも、やはりその今の技術っていうのはやはりその法を、かいくぐる技術として、やはりこう開発されてきていて、どうしてもその法律では抑えられないような多くの技術がこう開発されてしまっている。で、じゃあどうするかっていうことで、僕が ずっと考えてきたというか、自分でやれることとして言うと、僕は国会議員でもありませんし独裁者でもないから法を制定することはできないけれども、自分が日常的に、使わざるを得ないコミュニケーションのツールに関しては、これはやはり、自分自身の情報を渡さない道具の使い方っていうのを一体どうやったらできるんだろうか。で、そのことが僕にとっては非常に大きな関心でした。っていうのも JCA ネットという非常にささやかな、しかしもう30年ぐらい続いているインターネットのユーザーグループがあります。で、そのグループでずっと活動してきて、やはり最近議論していると、やはりこう監視社会に対する関心はすごく高いし、危惧も皆さん抱くんですけれども、じゃあどうしたらいいんだろう。で、こういう勉強会で話を聞いて、じゃあ何らかの法的な手段が必要だということで、いろんなアクションを起こします。で、法的手段以外に何ができるのかっていうことも考える必要があるのかないのか。で、僕はそれは考える必要があるというふうに思っていますし、それはできるところはあるというふうに思っているんですね。で、少なくとも個人情報を吸い上げられて、そしてそれがビッグデータとして、自分とは関係のないところで企業や政府がこう活用していくんだったらば、そもそも吸い上げられないようにする、自分の、ネットも含めた行動の、足跡を残さないような、使い方っていうものが一体どうしたらできるのかっていうことをやはり考えていきたいというふうにずっと思ってきました。で、そういうような観点から見たときに、今日のお二人の話と、それから私たちの日常生活のライフスタイルの中でもう便利さに負けてしまって、スマホも使うし、もちろんネットも使うわけだけども、その使い方をどうしたらいいのか、どうやってこうやはりこう変えていくことができるのか、あるいはできないのかっていうことを今日もう一度改めて考えさせられたというところがあります。で、指宿さんの話の中でほんの一瞬だけ出てきて、あんまりちゃんと説明されなかったことで、僕が一つ気になっていることがあるのは、少し数年前なんですけれども、捜査機関とそれから民間のセキュリティ会社が、
共同でかなり勉強会なんかもしていたものとして、リーガルマルウェアっていうのがあります。つまりGPS 操作もそうですけれども、 GPS はこれ、実際内緒で、つけたりなんかっていうことについては今最高裁も含めて判決が出たわけですけれども、マルウェアっていうのは要するに、スマホかパソコンに組み込まなきゃいけないんですよね。でそれを、多分今、捜査機関が内緒でやれば、令状なしでやればこれはアウトですよね、多分。でなのでそれアウトじゃなくて政府にするためには、要するにリーガル合法的なマルウェアっていうものを、捜査機関が使えるようにしたいっていうので、数年前結構議論があったんですけども、最近その議論はあんまり聞かないんですね。一体その辺のことをどういうふうに今日本の捜査機関なり、考えているのか。多分これは国際的に見ると合法マルウェアはすごく重要な監視の仕組みになってきていると思うので、その点が一つ、ちょっと僕にとってはちょっともしよければお伺いできたらっていうふうに思うのと、それからあと海渡さんの話の中で最後に、いくつか提案が出てきていましたけれども、第三者機関問題、第三者とは一体誰だっていうね。でその第三者を本当にその文字通りに見て独立した第三者にするっていうことは本当に日本の中でできるのかどうかね。でそれに対して第三者機関によるチェック以外の方法っていうものが果たしてあるのかないのかっていうことなんですけども、その時にこれはすごくこうリスキーな話ですけれども、必要かもしれないというのは第三者も含めて政治家も含めて、やはりその技術に関してやはりこうきちんとした対抗的なこう意見が言えるような、そういうその、環境というのは日本の中にないので、そういうものも含めてその第三者機関というものはできるのかどうか。で特に具体的に言うと冤罪問題にすごく僕は気になってるんです。で今までの冤罪の問題で、多くの研究者も含めて協力してくれる人たちっていうのは冤罪に、非常にこう冤罪を危惧する、科学者や研究者が、例えばその、DNA 鑑定だとか血液鑑定だとか筆跡鑑定だとか様々な鑑定に関して協力をしてくれて、それでその冤罪事件についてのサポートしてくれてたと思うんですよね。じゃあ同じことが、こうしたその今の、ね、ネット監視の中で果たしてその、やれているのだろうかっていうところが僕はすごく気になっています。ですから例えば GPS 操作だったら GPS のデータで出てくるわけですよね。そのデータが改ざんされてないのかどうか、それからそのデータがどれだけその信頼性があるのかどうかっていうようなこと、あるいはそれが実際にその裁判所の、令状でなされたことだとすれば、その令状に適合した令状通りの操作でもって取得されたデータなのかどうかっていうことをどうやって、やその、証明するのか、あるいはこちら側からすればそれが冤罪だ、それがそのでっち上げだ、あるいはそれは令状の、逸脱した利用だっていうようなことで、やるとすると、やはりそうした、インターネットを含めたネットなり、コンピューターなりの、科学に関してやはりその対抗的な知識を持った人たちがやはりその、私たちに協力してくれないといけないわけで、そうしたその、コミュニティがまだちゃんとこうできていない。でそのことはすごくやはり私たちにとってみれば不利になるというふうに思うのですが、その辺のことをどういうふうに、ね、やったらいいのか、専門家でない国会議員が法律を作り、専門家ではない、法律の研究者が、コンピューターサイエンスのことについても口を出さなければいけないような時代に、どうやったら専門家でない人間がやはりその専門家を、前面に押し立てて、対抗してくる政府に対して立ち向かえるのかっていうことが
まあ、すごく僕らにとってはちょっと気になるところかなというふうに思ってお話を伺いました。おそらく今の小倉さんの問題提起も含めてまた別な場でちょっと時間を長く取らないとおそらく議論は煮詰まらないかなというふうに思うんですが、せっかくですので今の小倉さんの問題提起についてまず指宿さんの方で特にリーガルマルウェアの問題とそれからもう一つ海田さんが提起されている第三者機関の問題についてもちょっと指宿さんのお考えを聞かせていただけると思うんですが、いかがでしょうか。ありがとうございます。リーガルマルウェアはハッカーが基本的に使っているマルウェアを、捜査機関がこれを対抗的に使ってはどうかっていうのがベーシックなアイデアなんですね。例えばトロイの木馬っていって伝説ですよね、名前を借りたものですけどターゲットのコンピューターに忍び込ませてそこで、気づかれないようにデータを収集していくという、まあ私データ監視っていうところで国連の分類の中でちょっと書いておきましたけども、で当然、コンピューターの中っていうのはこれはもう財産権の侵害ですね。目に見えるものではないけれども財産権の侵害である。で知的領域って最高裁の言葉に習うともう完全に知的領域なことは明らかですから、まあ、現行の法令でいうと不正アクセス禁止法にまずアクセスする段階で、抵触する可能性があります。ただ任意にこうダウンロードさせてしまうと例えば、メールを送りつけてですねそこをクリックしたりあるいは特定のホームページに誘導してそこを閲覧するとそういう悪意のあるマルウェアをがそのパソコンに侵入できるということにすると不正アクセス禁止法っていうのは、引っかからないので、これはどういうふうに保護していくかっていうのはかなり難しい側面があって、でもじゃあこれ適法ですかっていうと中で個人情報を収集したり、位置情報を収集したりしているのでこれはやはり強制処分と言わなければならないのかっていうので、表向きはやってますとは絶対に言わないし、もしそれやっても裁判の証拠としては出てこないし、まあ、検察庁にも送ってないんじゃないかというふうに思います。なのでやっぱり今一番警察が大手を振ってできているのが捜査関係事項障害で、任意に人々が民間企業に、こうデータを渡しているわけですから、それを紹介状を持って、取るっていうのが一番効率がいいし網羅的でリスクも少ないっていうことなんだろうと思います。独立の第三者機関が作れるかっていう話で、それはもちろん難しいことはよく分かってるんですけど、でも他に手段がないんですよ。日本は独立の第三者機関っていうのが、なかなか成功しない国で、それはイギリスなんか見てると本当に独立の第三者機関作って立派な人を選ぶと立派なことをやるんですよね。それはね、国民性の違いかなと思って、それで諦めたらもう終わりなんですよ。だから、一つだけ例を言うと、僕は刑務所のことをずっとやってきたんだよね。その刑務所の独立第三者機関として刑事政治者委員会というのを作って、これは弁護士会が推薦した人が必ず1名委員に入れるっていう、これは約束なんだけどね。でも一度も耐えられたことないです。法務省は必ずそれは認めてやってるから、どんな過激な人でも委員長になれるの、ね、僕がちゃんと3年間委員長やったんですからそういうふうな仕組みになってて、もちろん全ての刑事施設全国で70カ所以上あるんですけど、ちゃんと機能してるなんてことを言う気はないけども、でも一生懸命やる委員が選ばれてですね、他の人もそれに協力すればものすごく目覚ましい活動ができるんですよね。だから個人情報 その委員会に本当にいい人が選ばれるように、それはその市民の側というか、押し込んでいく努力がすごく大事なんだけれども、そしてその活動いいことやったら拍手してあげるとかね、そういうことがあれば僕は役に立つような、生徒に育てていけるのではないかなと。
最初から立派なものができるとは思いませんけれども、そしてそういう機関はその国際的にどこにもあるわけだから、国際機関同士、その独立機関同士の国際的なネットワークみたいなものに入っていけばいいですよね。に、まあ、日本はその国内人権機関なんてのもないんですけれども、国内人権機関は世界中、まあ、どこも政府から迫害されたりしてるようなところもあんだけど、一生懸命努力してネットワーク作って、あのひどい目に遭わないようにということでやってるんですよね。だから、あの僕は、楽観的で、いつもなんかあのいい加減なこと言ってるって言われちゃうかもしれないけれども、あの独立の機関を作るっていう旗印を掲げて、それを実現した暁にはまたその後、なんか愛努力が必要なんですけどね、あのやる価値はあると思っています。先生どうでしょう。7年ぐらい前かな、あの日米連と一緒に、国会に第三者機関をっていう冤罪原因調査の、ね、独立審査機関を設けるようにっていう提言的な本を出させていただいて、諸外国の例とか紹介したりしたんですけれども、その時に、参考にしたのが、原発の事故調査委員会。そうなんですね、国会にこれ歴史上初めてあの国会主導で調査機関ができたので、日本でももう例が1個できたわけなんですね。だからこのテーマをイシューを変えれば、例えばあの、まあ、冤罪事件なら冤罪事件でも使えるし、何か、非常に大きなイシューが、ね、必要だっていうのがあったから、やっぱ国会だから、国会がまず動けるっていう例を作ったっていうのは一つ大きい。でご質問のにあったように、じゃあそのメンバーを誰にするかって、それは非常に確かに難しいところがあるし、学者だってその、原発を作る方の、まあ、雇用学者だっていれば批判的な学者もいて、学者だからいいっていうわけではないんだけれども、ただあの道筋は一つもできたっていうのは大きいんじゃないかと思います。思い出しました、あの国会の事故調を作ったあの僕は毎日弁連の幹部をやってたんでね、そのあれはね、田中光彦さんっていう人と、ね、石橋達彦さんというね、まあ脱原発運動を僕らと一緒にやってた人が2人も委員に選ばれたんですよ。そして彼らにあの、まあ、委員に選ばれた時に、でもやみんな役人しか手伝ってくれる人がいなくて、手足がないからどうにもならないっていう相談を受けて、いやそしたらね、補助委員を全部あなたたちが選べばいいんですよって僕はアドバイスした。そしてそのあの原子力指導情報士とかいうところの人をですね、もうおそらく10人単位で、手足で使えるような調査員にして、そしてあのレポートを作ったんですよ。だからあの、そうですね、そういうこともありましたね。大体もう時間が来てしまってるんですが、ちょっと今の議論本当もう少し深めていければ、第三者委員会の在り方についてというのは非常に重要なところで、私がこの間関わってきたマイナンバーの違憲訴訟神奈川の判決っていうのが9月の26日に出たんですが、個人情報保護委員会があるからプライバシーが守られるっていう、そういう判決文なんですよね。で私たちはいかに個人情報保護委員会が機能してないか、全く第三者委員会として機能してないじゃないかっていう事例をずっと積み上げてきて、こんなもので何の意味にもないじゃないかっていうのをその弁護団はずっと積み上げてきたのに、判決文書を読んでみると何言ってるかっていうと、個人情報委員会があるから私たちのプライバシーは守られてるっていうのをのうのうと判決に書くわけですよ。ですから私なんかが一番嫌だなと思うのは、先ほどちょっと紹介がありましたけど、個人情報委員会って、日本の個人情報委員会っていうのは、いわゆる個人情報保護法におけるその領域、あとマイナンバーの問題をどうチェックするかっていう2つを担っていながら、アメリカの何分の1しか人員もいないし、実際にあのメンバーでその仕事をできるような委員会にはなってないんですよ。全く技術は機能していない。で、であるにもかかわらず制度としてあるからプライバシーが守られてるんだっていうのを司法が判決に書くっていう、全く現実を見ないで制度があるから大丈夫だっていう、そういうのに使われてる第三者委員会、現状としてその言い訳に使われてるっていう状況があるとすれば、私はやっぱり第三者委員会としても全く意味がないっていう、現在あるそ
その個人情報委員会っていうのが全くそのやっぱり機能してなくて意味がないっていうことをもっときちんと暴露していかないと、でそれでもっていかにそれが、ま、あのダメなものなのかっていうのをやっぱり私たちが共有することによって、じゃあ何を作るのかっていうものを出していかないと、そこはなんか全然共有されてなくて、なんか市民の間でもそういうものがもうちょっと今の状況で充実していけばもっとなんとかなるんじゃないかっていう幻想が私はあると思うんですが、今の状況のものをその充実していっても私はだからダメなんじゃないかなっていうふうにはちょっと思うんですよね。まあちょっとこの議論ってのは少し、時間のかかる、まあ加代さんが言われているようなやっぱり第三真の第三者機関っていうか、やっぱり私たちが納得のいくような第三者機関のあり方っていうのがどんなものなのかっていうのを、はいはい、例えばね、国家人権委員会については国連のパリ原則なんですよ。その、まあ、そのどれだけ人員が独立してなければいけないかとか、財政的な独立性とか、ね、いろんな要件をつけてるんだけれども、まあ、個人情報の委員会も同じですよね。まあ、そういうその財産審査に求められるその要件っていうのは、まあ、国際的にはだんだん、まあ、見極めがついてきていて、偽物か本物かって見分けられるわけです。だからそういう意味でも、でも一旦作ったらその国内人権機関は実は偽物であるって判定をしてくれる、国連はそういう判定するんですよ。ここの国内人権機関って言ってるけどダメですよなんて言ってら貼られてる委員会もあるの。だから作ってそこがダメを出しされたら改善するしかなくなるわけでしょ。やっぱり僕は作った方がいいと思う。ダメなものはダメ、潰してしまえっていうのがちょっと反対ちょっと意見が合います。他の方で、すいません、今日の参加者の皆さんから全然質問や意見をちょっと問えてないんですけども、短い時間なんですが、ちょっとどなたかこれだけはっていうようなものがもしあるようでしたら、携帯電話を持っているだけで普段の会話とか全部盗聴されている可能性ってあるんですか？技術的には可能ですね。ただ日本では建前としては、通信傍受法の令状がないとそれはできないということになっています。技術的には可能です。他の方はいかがですか？はい、捜査紹介機構関係なんですけど、いいですか？はい、捜査紹介機構に関係なんですけど、要するに、まあ、問題が露呈したと、じゃあこれをどうするかということの場合、要するに捜査照会についても令状が必要であるというようなその主張なり、まあ、それをどういう形で法律化するかという問題はありますけれども、まあ まあ、そういうことが可能なのか、やってみる価値があるのか、まあ、それはちょっと有志さんとお考えですか？まあ、一つにはこれを強制処分化するっていう案の字があって、で今の裁判所をかませないやり方っていうのもあります。で国によってはそういうやり方やってるんですけど、例えば捜査関係事項照会をチェックする機関を作るとか、あるいは、まあ、公安委員会にそれをやらせる、それがうまくいくかどうかは全く問題は別なんですけど、で既存の機関にやらせるとか、まあ、あるいは必ず、取得された個人に通報するっていう事後的な通報を義務付けるとか、認証のままでも、まあ、可視化ですね、一種の、捜査事項間、照会が事後的にでも可視化できるような仕組みにするとか、いろんなやり方があると思います。大体そんなところでよろしいでしょうか？皆さん、では長時間にわたってありがとうございました。今日はお二人のお話、非常に刺激的なお話で、この先ですね、まあ、今日は議論が尽きていないというふうにも思いますので、またこうした集まりをちょっと持って引き続き議論をしていきたいなというふうに考えています。で特にGPS の問題と捜査関係事項照会の問題というのは全然解決をしているわけではないので、今後まあ立法化の問題としてどう考えていくのかということも課題として残っているし、そもそも、まあ、警察がそれをどういうふうに
まあ、使っていこうとしているかということを私たちはずっと、まあ、逆に監視し続けなければいけないというふうに、考えるわけです。ただ現実的には来年の通常国会には個人情報保護法の、改悪改正案が、まあ、出てくるのは間違いない。で、個人情報保護法をどういうふうなものにしていくのかということで、まあ、私たちの方も、まあ、今個人情報保護法のさまざまな問題点をちょっと考えていく中で、やはりそこら辺が来年はかなり焦点化してくるということと、公文書管理が今の安倍内閣の中でですね、まあ、桜を見るタイマーの状況なんか見てもですね、ますますその公文書の管理っていうのはひどい状況に終わって、やっぱ公文書管理法っていうものが一体何なのかっていうことも合わせて私たちはやっぱ通っていかなきゃいけないとすればですね、私たちのその市民運動の中でこうした既存の法の改正改悪っていうものが、来年起こってくる、来年以降ちょっと起こってくることについても、やはりさらなるちょっと準備をしてですね、それに対してちょっと抵抗もしていかなければいけないだろうというふうに考えています。で、まあ、今日出たようなさまざまな意見なんかも含めて、また今後もこういった会合をちょっと積み重ねていきたいというふうに考えていますので、ぜひとも皆さんまたお集まりいただければと思います。今日はお忙しい中どうもありがとうございました。